心配です。特にマヤさんは常に全力投球ですから、体調管理しっかりしてくださいね。さて、今月のテーマは今一番欲しいものですが、やはり何と言っても、まずは実は千秋楽チケットです。千秋楽でマヤさんはじめ、チームメンバーと一緒にみんなで応援したいと思います。ですが、お二人は卒業まで、とても一番美しい状態があるので、一番欲しいよ。では、
自治会